1札幌 MF 金子拓郎26がベルギー一部コルトレークに移籍する可能性が4日高まった。ベルギー一部ルーベンなど複数クラブによる争奪戦に発展している中、複数の関係者によるとコルトレークが最有力という。右サイドを主戦場にするドリブラーは、昨季札幌からの期限付き移籍でディナモザグレブ、クロアチアに所属。 公式戦41試合5得点6アシストでリーグ戦とカップ戦の2冠獲得に貢献したが、完全移籍以降はならなかった。6月30日付で対談が発表されていた。一方のコルトレイクは昨季レギュラーシーズン16チーム中1 5位。プレーオフで辛くも一部残留を決めた。チーム総得点は36試合29得点で、 得点力やチャンスメイク力に優れたアタッカーの獲得が最優先となっていた。同クラブには DF 藤井春也とが在籍している。ベルギーリーグは7月27日、現地、開幕。コルトレークは28日に本拠地で DF 渡辺武史と MF 横田大輔が所属するヘントと対戦する。金子拓郎、金子拓郎、1997、平成9。 年7月30日生まれ、埼玉県比企郡小川町出身の26歳。前橋育英高2年時には全国高校サッカー選手権で準優勝。日大進学後、20年からの札幌入りが決定し、19年に特別指定選手承認。19年3月30日の名古屋戦で J1 デビューを果たした。J1 通算122試合20得点。 1, 1メートル7 8 6 8キロ。利き足は左。キロボルト・コルトレイク1901年創設。本拠地はベルギー・ウェスト・フランデ練習州コルトレイク。2000年に財政破綻により3部降格も4、5年に2部昇格。7月8日年シーズンに1部に昇格。ホームスタジアムのグルデンスポーレン・スタディオンは8770人収容。